スプラトゥーン3発売されましたね。今まさに遊んでらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。私も遊んでる、絶賛遊んでる最中です。週末っていうこともあって、なんか飲みに行こうみたいな誘いが3件ぐらいあったんですけど、全部断りましたもんね。だって俺スプラトゥーン3やりたいもん。俺だって嘘です、誰からも誘われてません。どうも皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。というわけで今日の動画なんですけれども、週間ゲーム売上ランキングを見てみんなでワイワイしようの動画となっております。先週発売されましたラストオブアスパート1ですとか、その前の週に売上ランキング1位を取っていた地球防衛軍6などの売上がどのようになっているのかちょっと気になりますよね。そして PS5 などのゲーム機本体の売上って日本に回ってきてるのかなんていうところも気になると思いますが、やっぱりちょっとでもスプラトゥーン3発売初日なんで、スプラトゥーン3の話ちょっとしていきたいじゃないですか。スプラトゥーン3は果たして今回どのくらい売れちゃうのか、まあ、あくまでも予想を立てるみたいな感じでしかないんですけれどもね。スプラトゥーン3の売り上げを予想するにあたって、スプラトゥーン2がどのような状況だったのかっていうのを振り返ってみると、ちょっと想像つくかもしれません。ですね、スプラトゥーン2なんですけれども、2021年度、任天堂の決算のタイミングでは、世界累計売り上げ1330万本となっておりました。めちゃくちゃ売れてんじゃん。めちゃくちゃ売れてるじゃないですか。そして、じゃあ日本だけだとどれくらい売れてるのっていう話なんですけれども、日本だけだと511万本売れていると思われております。で、さらに言うと、パッケージの売り上げだけだと累計は今411万本となっております。毎週の売上ランキングってパッケージの売上だけしかランキングに出てきませんので、今回はスプラトゥーン3の初週売上、パッケージ売上が一体どのくらいになるのかっていう、そういう話になってくるかと思います。スプラトゥーン2の初週売上、発売されて3日間の売上ってどれぐらいだったかと言いますと、67万1000本だそうです。めっちゃ売れてます。ちなみに2017年7月の発売だったんですけれども、そのタイミングで任天堂スイッチってどれくらい販売されていたかというと、120万台だそうです。すごくね。なんかさ、任天堂スイッチ買った人の半分はスプラトゥーン買ったってめちゃくちゃすごいよね。まあ、スイッチが発売されたばかりのタイミングだったっていうところもあるとは思うので、今現在ね、任天堂スイッチって2580万台日本で売れてるんですよ。じゃあその半分の数、1200万本売れるかって、そういう話には全然なってこないんで、またちょっと考え方全然別かなと思います。ただ、あくまでも着目していきたいのは、スプラトゥーン2前作が67万1000本だったっていうところですかね。ここを超えるか超えないかっていうところが一つのポイントになってくるかと思います。ただちょっと難しいのが、任天堂のカタログチケットあるじゃないですか。このチケットを買えば2本のゲームが買えるっていうやつ、これはデジタル売り上げになるため、ゲーム売り上げランキングの本数に入ってこないんですよ。で、正直言ってこのチケット使って買う人めちゃめちゃ多いよね。私もそのチケット使って買いましたもん。ゼノブレイド3とこのスプラトゥーン3をチケットで買ったみたいな人多いよね。もしくはスプラトゥーン3と今後発売されるポケモンをそのチケットで買おうっていう人も多いよね。まあそれでももちろんパッケージで買うっていう需要自体は一定数確実にありますので、そういったところの差し引き、今の方が任天堂スイッチの普及台数は多いです。そしてスプラトゥーン2でスプラトゥーン自体の人気をさらに大きいものにしていったっていうプラス要因と、カタログチケットでデジタル販売が多くなるであろうというソフト売上ランキングの本数はちょっと減って見えるような要因っていうのが2つあります。そういうのを踏まえた上で、スプラトゥーン2は初週一体どれぐらい売れるのかっていう話なんですが、私、ケージチャンネルの予想としましては、ドゥルーッ、ドゥン !140万本です!まあ、カタログチケットで買う人めっちゃ多いでしょうけれども、なんだかんだでパッケージすっごい売れると思ってます。で、じゃあなんでこの140万本なのかっていう話なんですけれども、この売り上げって今年発売されたポケモンレジェンズアルセウスと同じぐらいの売り上げです。なぜポケモンレジェンズアルセウスと同じぐらい売れると思っているのかっていう話なんですけれども、スプラトゥーン2の時ポケットモンスターレッツゴー、そちらの売り上げが66万本だったんですよね。ポケモンの何かしらのゲームとスプラトゥーンの初週売り上げって近しいパワーを持っていると、まあ、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV はちょっとね、普通のポケモンとはやや違うゲームではあるものの、まあ、似たようなパワー感なのかなというような意味合いも込めて初週140万本です。これが私ケージチャンネルの、理論整然としたその予想皆さんの予想もお待ちしてます。さあ、というわけでスプラトゥーン3の話題でした。ではここからは、ゲーム売り上げを見ていきたいと思います。まずハードの売り上げ見てみましょうか。ハ
ードの売り上げこのようになっております。読み上げません、ご覧になってみてください。で、やっぱり任天堂スイッチはスイッチの有機 EL モデルが結構売れておりまして、もうみんな有機 EL モデルなんだね。俺も買い替えようかな。でも使えるしなまだね、とかちょっとなんかジレンマ。ゲーム系実況者なんだから有機 EL モデルを井の一番に変えようって思うじゃない。なんか変えなかった変えなかったんですけど、でもって、PS5 なんですけれども、合計2万台以上出てるんですよね。ちょっとやっぱり増えてきてます。で、9月15日から新しい型番の任天堂スイッチじゃなくて PS5 で発売されるって言われてますので、ちょっと数上がるんじゃないかなっていう予想を立ててる人も多いんじゃないかと思います。増えるといいですね。ますます買いやすくなればね、多くの人に行き渡るでしょう、というような感じのハード売り上げになっておりました。さあ、というわけで、ではゲームの売り上げランキング見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。ゲームチャンネル的どうでもいいランキング。皆様からお題をいただきまして、どうでもいいランキングをつけていくというどうでもいい時間です。我慢して聞いてください。どうでもいいランキング考えてるんだけど、ケイジチャンネルさんが面白くしてくれそうなお題が思いつかない。信じて、俺のこと信じてよ。俺のこと信じて、どんと来い、どんと来い。面白くしてあげれないかもしれないけど、するから。どうでもいいランキングってここに書き込めば OK なんですか？どうでもいいです。こっちでいいと思います。わかりました。なんか考えてみます。それ以降この方はコメントをくれることはなかった。来いよ、来いよ、なんか送ってきてよ。そこまで来たらね、来いよ来いよ。というわけで今回のお題はこちら、こんなセクシャルなゲームは嫌だベスト3。まあ、そもそもセクシャルなゲームって何なんですかね。第3位、可愛い女の子にたどり着くまでに1000回は死ぬエルデンリング風死にギャルゲー。王になった暁にはね、王になった暁にはみんなものすごいクリア率になったりして。第2位、漢字が難しすぎて読めない。いや、もう文字なんて読む必要ないですよね。空気感だけで感じていこう。第1位、完全オンライン対応のマルチプレイギャルゲー。そういうシーンの時だけカメラで君の姿がフレンドに共有されるぞ。もうすんごいみたいなみたいになってるところがもうみんなに丸見え。むしろそういうプレイだと思われて。というわけで、どうでもいいランキングは皆様からのお題で成り立っております。なんかね、先週すっごいたくさんお題もらったんですよね。皆さんありがとうございます。今週もぜひぜひ募集しております。コメント欄に書き込んでいただければ、来週のランキングで採用させていただく可能性がございます。どしどし、お待ちしております。それではですね、ゲームソフト売上ランキングを見ていきます。8月29日から9月4日までの1週間です。どのようなゲームが人気を博しているのでしょうか。10位から読み上げていきましょう。第10位、任天堂スイッチ、星のカービィディスカバリー、売上本数7246本。第9位、初登場 PS4 メイドインアビス闇を目指した錬成、7720本。第8位、任天堂スイッチ SD ガンダムバトルアライアンス、売上本数7758本。第7位、任天堂スイッチマインクラフト、売上本数8565本。第6位、任天堂スイッチスポーツ、売上本数9004本。第5位、初登場 PS5 ラストオブアスパート1、売上本数1954本。第4位、初登場 Nintendo Switch メイドインアビス闇を目指した錬成、売上本数12542本。第3位、 Nintendo Switch マリオカート8デラックス、売上本数12568本。第2位、 PS4 地球防衛軍6、売上本数15036本。第1位、 Nintendo Switch ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R、 売上本数19807本となっておりました。さあ、すごいですね。初登場1位、ジョジョの奇妙な冒険でございました。おめでとうございます。任天堂スイッチ版が、1位となっております。一応これね、 PS4 版でも出てるはずなんですけど、 PS4 版はランキングに入っておりません。ジョジョの格ゲー、こんなこと言うのなんなんだけど、格ゲーが今さ、週間売上ランキング1位取ることってあるこれマジですげえなと思って、ジョジョパワーマジでパネーな。このゲーム自体は PS3 の時に発売されてたゲームか。ただその時ってちょっとなんかゲームシステム的になんかユーザーにはなんか好ましくない仕様があって、ちょっと炎上してたりしてたんですよね。まあ、その辺に関しては今作では改善されてるんじゃないかなと思いますけれども、ただこういう売り上げ見る限りは、なんかその、ジョジョ人気ってすごいなって、ちょっと思ってしまいました。いや、いいですよね。いや、格ゲーね、こういうところで人口増やしてってさ、より一層競技性の高いゲームにね、みんな夢中になってくれたらいいんじゃないかななんて思ってますけれどもね。で、ところでこの、今回のジョジョは、その PS3 の時に色々あった、いや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 あった部分って改善されてるんですか？買った方
いたらぜひコメントで教えてください。多分ね、ジョジョ気になってる方結構いると思うんですよ。購入した方のね、コメントが多分そういった方の役に立つかと思いますので、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。そして2位に、前回1位だった地球防衛軍6がつけておりますね。いやーすごいですね。なんかさ、今年のさ、ゲームソフトの中で、何個か盛り上がりを作ったゲームたちってあると思うんですけど、地球防衛軍6もその一つですよね、間違いなくね。なんか正直ね、俺も遊びたいもん、今だって。めちゃめちゃ遊びたいなとかね、ちょっと思っちゃってるもんね。俺ミーハーだからみんなが遊んでるやつすぐ遊びたくなるんです。いやでもそういうノリでいいと思います。なんかみんな楽しそうにしてるなっていうのを見て、なんか遊ぶ、一緒になって遊ぶっていうのが、一番ゲームのね、なんか楽しい、なんかその導入方法のような気はしてるんですけどね、地球防衛軍6が第2位につけておりました。ただですね、まぁ、今回、まぁ1位、2位までちょっと読み上げておいてなんなんですけれども、ランキングの本数見ていただいたらわかる通り、なんか全体的にゲームすっごい売れてるかっていう感じではあまりないんですよね。まあそんな中でですね、さらにもう一つ初登場、メイドインアビス闇を目指した錬成が、4位に任天堂スイッチ版、9位に PS4 版がランクインしております。両方合わせたら2万何がし万本です。いや、でも結構すごいなと思ったのが、このゲーム確かセロ Z だもんね。セロ Z のゲームで、ランキングこの上位につけてくるって結構すごいですよ。だって買う人減らうわけだから。セロ Z の時点で。結構すごいなと思いました。だってメイドインアビス皆さんさ、漫画とかアニメ見たことありますか？私もすごいあるわけじゃないんですけど、漫画の方はちょチラチラっと見たことがあるんですけれども。結構ですよね。いや、なんか、ところどころ結構な感じなんだよね。なんていうか、その、うわーっていう、うわーっていう感じになるので、まあ、逆にそういったところがね、ファンを引きつけてるところの一つでもあるのかもしれませんけれども、メイドインアビス初登場4位と9位にランクインしてありました。ランクインおめでとうございます。そして5位に初登場、ラストオブアスパート1、まあ、ラスアスのリメイクがランクインしておりました。正直言ってね、もっと売れてるかと思ってた。いやまあでも PS5 版だけだから言っても1万5千本ぐらいかなとは思ってたんだけれども、ギリギリ1万本1万900本だもんね。まあ約1万1000本ぐらいなんですけれども、もちろんダウンロード版入れたらもっと売れてるよねとかいう話はあるんですけども、それを言い出したらどのゲームソフトも同じなんで、今回はパッケージの話だけで進めていきますけれども、そこまでは売れなかったかっていう感じですかね。まあでも確かにね、リメイクとしては、その、オリジナル版とほとんど、まあほとんど同じっていうか、基本的には一緒なんだよね。まあ追加されているコスチュームとかスキンみたいなのがいくつかあるのと、あと RTA モードがあったりとか、あとゲームシステムとしては敵の AI とか味方の AI の挙動がね、より洗練されているとか、まあそういったところの変化はあるものの、まあオリジナル版とか PS4 のリマスタードを、まあ、ここ直近でプレイしていた人がもう一度遊んで、すっごい、うわぁ、新鮮っていう気持ちになれるようなゲームではないので、まあ、致し方ないのかなという気はしますけれどもね。まあ、ただ、ラストオブアス自体はすごく素晴らしいゲームですので、まだ遊んだことがないっていう方は、まあ、ね、PS5 っていうちょっとハードルがあるんですけれども、PS5 を手に入れた暁にはぜひね、検討してみてほしいゲームの一つでもありますし、PS5 を持ってるのであれば、ね、今すぐ検討してみよう。でも、悩ましいのが、リマスタード版とかは、すごい安く買えるわけでしょ、今ね。あえて高い方のリメイクを買うって、よっぽどのファンだよね、これね。だからリメイクってひょっとしたら、こう、強固な、根強いファンに向けて作ったもの、であるのかもしれませんね。さあ、というような感じのランキングとなっておりました。今日はね、前半にスプラトゥーン3のお話をしたので、ちょっとだいぶ動画の尺が長くなっちゃいましたけれども、まあ、ぜひのんびりね、みんなスプラトゥーン3遊びながら、チラチラってながら見でもしてもらえればというようなイメージで、イメージで撮っております。私もちょっと寝不足なんで、口があんまり回りませんけれども、この後ね、すぐにスプラトゥーン3に戻ろうと思います。来週、スプラトゥーン3の売り上げどうなってるのか、売り上げランキング、とっても気になるところですよね。っていうか来週はね、ちょうど東京ゲームショーやってるタイミングなんで、なんか来週ってね、ゲームの話題めちゃくちゃ豊富だと思います。たくさん動画出すような気がしますので、ぜひね、ついてきてください。よろしくお願いします。というわけで、今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。